株式会社パロマは、主にガスコンロ、湯沸かし器、ガス暖房装置などを製造する、金属製品メーカー。本社は、愛知県名古屋市水北にある。社税として、誠意と努力、創意と工夫、創力の結集、責任の自覚の4つを掲げている。企業理念、キャッチフレーズが、長らく設定されていなかったが、口述する湯沸かし器死亡事故以降は、お客様品質へ、 全力で、を全面に掲げている。創業100周年となった2011年からは、ぬくもりある明日のために。が、2013年からは、ガスのぬくもりを、形に、のキャッチフレーズが用いられている。同じ名古屋市に本社を置く、同業他社の臨内が、競合関係である。1911年2月に、愛知県名古屋市にて設立された。 小林ガス電気器具製作所を母体とする。当初はガス器具の生産を中心にしていたが、戦後はストーブレンジといった民生品にも製品を拡大し、1952年にパロマの商標を採用して全国展開した。1964年に製造部門のパロマ工業株式会社と販売部門の株式会社パロマを分離独立させた。 現在も株式の過半数を創業家である小林一族が保有する典型的な同族経営企業である。パロマはスペイン語でハトという意味である。林内や能律とともに大手の一角である。1973年に北米に進出し、1988年に米国第一位の給湯器メーカー、リーム社を買収した。現在、全米シェアは5割。 セグメント別連結売上げの8割は、2006年に28件のパロマ湯沸か式死亡事故が発覚。経済産業省から2006年8月28日付で、回収命令が出されるとともに、会社幹部らの刑事訴追に発展した。創業100周年となった2011年2月1日に、製造し会社のパロマ工業と合併。パロマ工業を、存続会社としたが、社名は、 株式会社パロマへ変更した。パロマ湯沸か式死亡事故以降、地上波では全国ネットのレギュラー番組提供が激減したため2020年時点ではないが2019年頃を境に全国ネットのスペシャル番組での提供を行っている。日本テレビ TBS 富士テレビテレビ朝日テレビ東京提供クレジットは長年パロマが好き具だったが、 その後変更となり2020年時点ではパロマである。2019年12月15日より公式バーチャル、ユーチューバーとして羽、羽根、りょうまことととかがデビューしている。東欧日報による、企業概要紹介記事、2020年4月5日昼12時、オンエア開始パロマ一社提供の新番組、先客番台。中親でご飯パロマ株式会社。 https://www.paroma.co.jp/.vc/.files/.news/.pdf/.2003-003bs.tbs.pdf2020 年4月5日閲覧。パロマ公式バーチャル YouTuber、羽根、りょうまことが12月15日にデビュー。prtimes2019 年12月10日。 ありがとうございます。